誠実真摯に取り組んでると自負しています。もし悩み事があったらぜひシンシアにご相談いただければと思います。このチャンネルではお顔の若返りの悩みを中心に美容医療のさまざまな悩みを解決する、そういう情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。こんにちは、コスメディカルクリニックシンシア総院長の又吉秀樹です。最近クマ治療で美容業界に旋風を巻き起こしている又吉先生なんですが、そんな又吉先生のことをもっと知りたいっていう視聴者さんも多くいらっしゃると思うので、今回は50の質問ということで先生のパーソナルな部分を引き出していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、承知しました。年齢は50歳です。出身地は神奈川県鎌倉市です。今までの経歴を簡単にお願いします。中学高校は麻布中学麻布高校っていう広尾にある学園に通っていました。そこから現役で慶応義塾大学医学部に入学しております。6年間できっちり卒業して慶応病院の、当時は研修医制度まだありませんので、ね、外科学教室っていうところに入ってですね、2年消化器外科をやった後に1年間呼吸器外科をやりました。その後3年間心臓外科の研修を行ってから美容外科医になっております。その後5年目にコスメディカルクリニックシンシアを開業しております。今開業15周年が経ちまして16年目に突入しているところです。美容外科医としてのキャリアは20年を超えております。家族構成は？実家の方では父、母、私、弟、私の家族としては私、妻、2歳になる長男がいます。長所は？曲がったことが嫌い、曲がったことをしないように心がけてるっていうことです。短所は？曲がったことが嫌いなばかりに融通が効かないっていうのが短所かと思います。自分の性格を一言で？好奇心が強いというか、常によくあろうというふうにね、心がけています。趣味はありますか？ダンスが好きで週に1回以上しっかり踊っています。アニメーションダンスとかモブガルとか、そういうジャンルになりますね。座右の銘は？姿勢にもとる中里しか。海上自衛隊なんかのね、5つの教訓のうちの1つ、一番大切にされているものを私の座右の銘としております。人生のターニングポイントは？いくつかありますけど、私5歳の時に心臓外科の手術を受けているっていうことと、幸運にも麻布中学に合格し、さらに慶応義塾大学にも幸運にも合格できたっていうのがターニングポイントの一つです。さらにいろいろあって心臓外科を辞めて美容外科になったのも大きいターニングポイントかなと思っています。なぜ美容外科を目指しました？もともと心臓外科がやりたくて医師になったのですけれども、当時はですね、心臓外科に対する風当たりが異常に強い時期があってですね、新聞を見れば毎日毎日医療過保っていう言葉が乱舞してまして、もう全てを捧げて行っていた、寝る間もないっていうような状態で行っていた心臓外科に対する取り組みではありましたけれども、あまりにもですね辛い状況が続いたっていうのもありまして、直接喜んでもらえるっていうですね、頑張ったら頑張っただけのですね喜びがあるっていうふうに考えることができた、美容外科っていう業界に飛び込むことをしました。美容外科じゃなかったら何をしていましたか？心臓外科を続けることができたか、あるいは外科系の他のことをしていたかっていうようなことが予想されますけれども、はい。子供の頃の夢は？5歳の段階でもう心臓外科医になろう、慶応義塾に行こうと思ってしまったもので、子供の頃っていうのがなかなかないんですけれども、心臓外科手術受けてればなることはできなかったとは思うんですけど、宇宙飛行士になりたいなとかですね、途中中学2年生ぐらいの時にですね、農業やりたいなと思ったことがありました。自分を漢字一文字で表すと？タガネ、金属を削り出すための硬い器具の一つです。物事を突き詰めていくっていうね、自分の性格、あるいは生き方っていうのはタガネっていう感じの一番私には合ってるかなと今は思っています。毎日行っているルーティーンは？普通に起きて、普通に顔洗って、髭剃って、歯磨いて、朝ごはんもろくに食べなかったりするので、ルーティーンとしては歯を磨く平均の睡眠時間は？6時間弱だと思います。インドア派、アウトドア派？基本的にはアウトドア派です。休みの日は何をしますか？家族と一緒に楽しいことをしていこうと心がけています。ストレス発散法？
踊ること、歌うこと、子供家族と触れ合って遊ぶこと、ついやってしまう癖は、ちょっとアトピーなんでこの辺書いたりすることかな。よく見る YouTube、 子供の好きそうな YouTube ですね。あとはですね、他の美容外科医が何を言い出してるかとかチェックするとかですね、アメリカとか韓国のセレブの術前術後とかね見たりね、日本ではね言えないようなことをね言ってるドクターも結構いらっしゃるんで、参考までに見たりすることもあります。先生はどこか整形してますか？二重の手術をしてるのと、あとはですね経血膜脱手術、眼科脂肪注入を受けてます。あとはですね美容皮膚科っていうね、あまり老け込むと仕事になりませんので、普段から、心がけて受けるようにしています。最近買って一番良かったもの、幼児山本のダリアがバーンって入ったシルクのシャツ買って心が上がりましたね。好きな映画やドラマは？私も妻もあまりドラマとか映画見ないんですよね。アニメばっか見てるっていうね。今進撃の巨人見てるんですけど、夏目友人帳とかフェイトシリーズなんか好きですね。あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないとか、感動するんで、ぜひおすすめです。好きな芸能人は？佐々木希さん、中条あやみさん、松島花さん、香川さん大好きです。もういつも眺めてます。好きな音楽は？ロックも聴くし、 EDM も聴くし、ボーカロイドも聴くし、ちょっと古いフォークとか聴いてみたり、手術室はあらゆるジャンルがかかってくる。好きなことは？自分の座右の銘である姿勢にもとるなかりしや、それの姿勢、その言葉すごい好きです。好きなスポーツは？今はダンス、あとはスキューバダイビングはパディのダイブマスターまでは取りました。あとはテニス好きです。好きな場所は？いい温泉とか自分の家が好きですね。最近のマイブーム？今見てる進撃の巨人ですね。もう続き気になります。一番大切なものは？家族です。最近の悩みは？ちょっと男性更年期気味かなと思ってですね、オスとしてのカッとした感じが減ってきたのが悩みです。今一番行きたい場所は？オーロラ見たいですね。今一番欲しいもの？リラックスできる時間ですかね。これからの人生で経験してみたいことは？何も考えずに何のプレッシャーもなく1週間ぐらいぼんやりする時間、そういうのを経験したいです。尊敬している人？父、母、医師として導いてくれた先輩方。今会ってみたい人？亡くなってしまったんであれですけど、安倍元総理に会いたいですね。また何をしている時が一番幸せですか？美味しいものを、美味しいお酒を飲んでる時が幸せかもしれません。あとは子供が抱きついてきてくれた時すごい幸せですね。自分の好きなところは？自分の信じたことをきっちり進めていくっていうところは好きです。怖いものは？私閉所恐怖症なんですよね。生きがいは？私が理想としている美容医療をですね提供しているコスメディカルクリニックシンシアっていう存在が皆さんに受け入れられて喜んでいただけるっていうことが私の生きがいとなっております。今挑戦していることは？10月11月くらいに渋谷院の増床がありますので、それに向けていろいろなことを調整しているっていうチャレンジをしております。シンシアの名前の由来は？シンシアリーユアーズ、あなたに誠実にっていう意味を込めてます。ただし字面としてはあまり美しくないので、月の女神ですね、シンシアっていう、この2つの意味を込めてシンシアっていう名前にしております。新社で一番人気の治療は？いわゆるクマ治療です。クマ治療っていうのが一般的な言い方なんですけれども、病態として捉えてですね、眼科脂肪のヘルニアしてるんですよ、それに対する経血膜脱手術ですよっていうのが一番の、人気となっています。先生の一番自信のある治療は？経血膜脱手術って言って過言ではありません。あとはゴルゴ線剥離、これを自信を持って治療を提供しております。働く上で大切にしていることは？仕事上で関わっているみんながなるべく気持ちよく働いてもらえることです。もし医者じゃない未来だったら？画期的な事業を起こしていられればなぁなんて思います。今後 YouTube でやりたいことは？より分かりやすく、より心に響くような、ズバッと分かるような動画、これだからこうしたらいいんだっていうのが初めて分かるような動画が作れたらいいなって思います。今後の野望は？私以外のドクターも新社すっごい優秀なんですけれども、いわゆるクマ治療に関しては私の考え方に非常に近いコンセプトで治療を行ってるもんですから、結果すごいいいんですよ。新社の医師たちがさらに認知されて、彼らもすごいやりがいを得てくれればなと思っています。最後に視聴者の皆さんに一言お願いします。又吉は美容医療を行うにあたって誠実真摯に取り組んでると自負しています。もし悩み事があったら、ぜひ真摯にご相談いただければと思います。
ということで今回は50の質問に答えてみました。先生、質問50個答えてみていかがでしたか？就職試験受けてるみたいな感じでちょっとドキドキしました。この企画が好評であればまたお願いします。はい、承知しました。今回の動画も、面白かったな、又吉面白いやつだなと思っていただいた方はぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。今回の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。